の？料理が口に合わない？牛乳を、総玉ちゃんに牛乳を買ってあげないと。牛乳？辛いものを食べる前には牛乳を飲むといいんじゃよ。でないと辛くて泣いてしまうじゃろう。鼻水を垂らしてしまったら恥ずかしいからの。おばあちゃん、それは私がもっとちっちゃかった頃の話だよ。今は辛いのなんてへっちゃらなんだから。ほら、激辛水煮魚をおかわりしたの覚えてるでしょ。ほう、それは大したもんじゃ。私の大切な総玉ちゃんがもうこんなに大きくなるなんてね。